皆さんこんにちは、たかぼんです。今回は僕の家で使っている便利なスマートフォーム機器であったりとか、その活用方法についてご紹介をしたいなと思います。僕の家ではそんなにがっつり全部をスマートフォーム化してるっていう風なわけではないんですけど、いくつかのスイッチボット製品だったりスマート家電と呼ばれるようなものを使って、毎日の暮らしの中で発生するちょっとした手間みたいなのをなくすようにしてます。スマートフォーム化って聞くとちょっとこう設定が難しそうとかめんどくさそうみたいなイメージがあって、やってないよと手を出してないよっていう方も多いんじゃないかと思うんですよ。僕の友達でもなかなかスマートフォーム化してるよっていう人は少ないですね。ただスマートフォーム化って最初の設定さえ乗り越えてしまえば、例えば電気のスイッチをポチポチしたりとか、いろんなスイッチを押す手間から解放されたりとか、暮らしの中で発生するちょっとした手間っていうのがなくなるので、ぜひ一歩踏み出してほしいなと思うんですよね。なので今回は友達にスマートフォーム化をおすすめするつもりで、これがあればこんなことができるよっていう風な話をしますので、スマートフォーム化ちょっとでも興味ある方はぜひ参考にしてみてください。それではどうぞ。まず製品の紹介をする前に、全体のイメージを、スマートフォーム化の全体のイメージをつかんでほしいなと思うんですけど、スマートフォーム化するのに主に必要になるのは、まず設定をするためのスマートフォンですね。だいたいアプリで設定が必要になるのでスマートフォンが必要です。あとは Wi-Fi の環境ですね。ネット環境が必要になるっていうところと、あとはスマートリモコンと呼ばれる製品があった方がいいっていうのと、あと最後が、家電製品を音声で操作するためのスマートスピーカーと呼ばれる製品ですね。最低限この4つが揃ってるだけでも結構便利になるかなと思いますし、他については必要に応じて増やしていけばいいのかなと思います。じゃあちょっと図を作ったのでそれで説明しますね。はい、これがスマートホームの関連機器を僕なりに図でまとめたものになります。まず中心になるのはスマートリモコンと呼ばれるアイテムですね。スイッチボットのハブ2とかスイッチボットのハブミニとかが当てはまるんですけど、このスマートリモコンっていうものを中心にスマートホームは構成していくといいのかなと思います。そしてこのスマートリモコンを介して動かすことができる家電製品は大きく2つに分けられるかなと思います。今回は僕の絵で使っているスイッチボットハブ2を例に考えていくんですけど、これで動かせるものとしてはまずは同じくスイッチボットから出ているスマートホーム系の製品ですね。スイッチボットのカーテンであったりとかサーキュレーターとか、こういったものをスマートリモコンを介して動かせるようになります。あとこのスイッチボット製品だけじゃなくて、家電製品の中でも赤外線のリモコンを使って動くものですね。例えばテレビであったりとか、あとは扇風機でもリモコンがついているタイプのものとかあったりしますよね。あとは天井に取り付けるシーリングライトとかエアコンとか、こういった赤外線のリモコンで動くものについてもこのスマートリモコンを介して動かすことができます。このスマートリモコンっていうのが赤外線の信号を記憶することができるんですよね。仕組みとしてはこのアプリで操作をした命令がスマートリモコンに飛んで、そのスマートリモコンが記憶している赤外の信号がこのスマートリモコンから直接飛ぶことによって家電が操作されるっていう風なイメージですね。あとスマートホーム化といえば音声で家電を操作しているイメージもあるかなと思うんですけど、そのためにはスマートスピーカーと呼ばれるものが必要で、有名なところで言うとあれなんちゃらとか OK ふんふんふんの掛け声で操作できるやつとか、ああいったものがスマートスピーカーですね。そのスマートスピーカーとスマートリモコンを連携させておくことで、音声で言った命令がスマートリモコンを介して家電に伝わることによって家電が動くっていう風なイメージですね。あとスマート家電って呼ばれるものも最近はありますよね。これについてはさっき言ったような赤外リモコンの信号をスマートリモコンに覚えさせて、リモコンの代わりみたいにして動かすのではなくて、直接ネットワークを介して動かすことができるような家電のことを指しますね。最近で言うとロボット掃除機がアレクサ端末と直接連携ができて、音声で掃除してっていうだけでロボット掃除機が起動したりであったりだとか、あとドラム式の洗濯機で乾燥の時間があとどれぐらいで終わりますよみたいなのを通知してくれたりする機能がついているものも最近は出てるみたいですね。こういったスマート家電と呼ばれるものについてはスマートリモコンを介さずともスマートスピーカーだったりスマートフォンの方から直接命令ができたりするっていう風な感じですね。ただスマート家電って呼ばれるような製品はまだまだ数も少ないですし、値段も高いので、基本的にはスイッチボット製品を活用したりとか、赤外線のリモコンで動く家電製品をスマートリモコンを介して動かせるようにしておくことで、家電の入り切りだったり操作を自動化していきましょうっていう感じですね。
全体像はざっくりこんな感じなんですけど、 Wi-Fi 環境がある状態でスマートリモコンを購入して、スマホアプリ経由で設定をしてあげれば、家の中にある赤外リモコンで動く家電については操作ができるようになりますし、まあ、そこからさらにスマートスピーカーを導入してあげれば、スマートリモコンを介して音声で操作もすることができるようになるので、まあ、最低限この4つが揃えばスマートホーム化への一歩は踏み出せるって感じですね。じゃあここから僕が使っている製品とその活用方法についてお話ししていこうと思います。はい、まず一つ目がスマートリモコンのスイッチボットハブ2ですね。こちらスマートリモコンの機能だけではなくて、ここに湿度を表示してくれていて、この真ん中は温度ですね。あとここにオンとオフのタッチスイッチもあって、ここを触ることによって命令が飛んで、ここのスイッチで家電を操作するみたいな、そういったこともできるようになっています。僕こんな感じでダイソーの有孔ボードの上にセッティングしてるんですけど、これ裏面にスタンドもついているので、これ単体で立てることもできます。まあ、これがスイッチボットのアプリで、ハブ2の方からもいろいろ操作できるように設定してるんですけど、まあ、どんな操作ができるのかちょっと一例をお見せしようと思います。まあ、よく操作してるのはこの天井の照明ですかね。今これつけてない状態なんですけど、点灯を押すと、はい、こんな感じで照明がつきます。で消灯を押すと、はい、こんな感じで電気が消えるって感じですね。あとはこのポップインアラジン2プロジェクターにもなっているので、このプロジェクターの電源をオンすると、ポップインアラジンの電源が入って、ちょっと起動時間かかるんですけど、こっちにこんな感じで映像が投影されますね。はい、こんな感じでプロジェクターも起動できました。まあ、今見ないんで切ります。切れてますね。あとエアコンも操作できるようにしてて、エアコンオンオフと、今エアコンですね、ちょっと今そこ光で白飛びしちゃってますけど、エアコンの電源入りました。あとこんな感じでエアコンの温度を変えれたりもしますね。切ります。あとここのオンオフボタンに僕は照明のオンオフを割り当てているので、ここのオンを押すと、ちょっと時差はありますけど、はい、こんな感じで照明つきます。でもう一回押してあげると、はい、照明消えましたね。こんな感じで操作もできるようにしてます。あとここのボタンからは明るさの変更をできるようにしてて、今ちょっとこう白っぽい照明なんですけど、こんな感じの暖色系の明かりに変えることもできるようにしてます。まあ、このスイッチボットハブ2の一番嬉しいところは、外出先からでも家電が操作できるようになることですかね。まあ、このスイッチボットのアプリの方から直接オンオフ操作してもいいんですけど、まあ、これだけじゃなくて iPhone のウィジェットの方にもこんな感じで操作を割り当てることができるようになっていて、まあ、これからは寒くなってくるので、外から帰ってくるときにちょっと先に部屋の中暖房で温めておこうみたいな、そういった使い方ができるのがこのスイッチボットハブ2のいいところかなと思います。あと寝るときに電気消そうとかなったときに、照明のリモコンが手元になかったとしても、スマートフォンの方から消したりすることもできるので、そういったところもスイッチボットハブ2があることによって便利になるところかなと思いますね。はい、そして家電を音声で操作するために使っているスマートスピーカーについて、Amazon のスマートスピーカーの中でも一番大きいサイズのスマートスピーカーを使ってますね。これがあるおかげで、さっき紹介した家電を音声で操作することができます。ちょっと試しにやってみますね。電気つけて、わかりました。はい、こんな感じで電気がついて、電気消して、わかりました。はい、こんな感じで音声で操作ができるって感じですね。あとはロボット掃除機の起動とかも音声でできるように設定してて、まあ、これ僕の家で使ってるエコバックスのロボット掃除機なんですけど、掃除して、はい、こんな感じでロボット掃除機を作動させることもできるようにしてます。まあ、このエコーショー15についてはちょっとサイズも大きいですし、値段もちょっと高めなので、まあ、小さめのものでいいのであればエコーショー5とかでも十分かなとは思います。まあ、ただこのエコーショー15にもちょっといいところがあって、今こんな感じでこの壁紙を表示してフォトフレームみたいな感じにしてるんですけど、ちょっとホームに戻ってみると、
こんな感じでですね、ここにカレンダーを表示したりとか、ちょっとここに天気を表示したりとかできるんですよね。まあ、スマートスピーカーだけじゃないいろんな使い方ができるところが、このエコー小15はいいなと思ってて、買ってよかったなと思いますね。まあ、ちなみにこれ壁掛けするために穴が目立ちにくいピンを使ってるんですけど、そのピンも概要欄に貼っておこうかなと思いますし、あとこれ本来はフレームの色黒なんですけど、こんな感じのナチュラルウッド系のフレームが別で売ってたので、僕ははめて使ってまして、まあ、その専用のフレームとかも概要欄の方にリンクを貼っておこうかなと思います。まあ、フォトフレームとして使うの結構いいですよね。はい、そして続いてのアイテムがこんな感じでカーテンのところに取り付けて使っているスイッチボットカーテンの第3世代ですね。まあ、僕は今まで第2世代の方を使ってたんですけど、最近第3世代に入れ替えました。まあ、第2世代については充電の端子がこの裏側の向きについていたので、充電が切れた時に充電するのがちょっと大変だったんですけど、この第3世代になってから充電端子がこの下の部分になったので、充電がやりやすくなりましたね。で、僕はこの充電端子のところに今は専用のソーラーパネルを装着してて、こうやって棒が伸びた先にソーラーパネルがついてるんですよね。まあ、こんな感じのソーラーパネルになってるんですけど、これを外に向けて吊るしておくことによって、このソーラーパネルからこのスイッチボットカーテンが充電されて、まあ、半永久的にカーテンの開閉を自動化できるようにしてるという感じですね。まあ、カーテンのレールにはめ込むだけっていう感じなんで、設置も簡単ですし、まあ、設置した後にこうやってカーテンで隠しておけば、よいしょ、まあ、こんな感じでつけているかどうかもわかんないですね。まあ、このカーテンも音声で操作できるようにしてるんですけど、いきます。カーテン閉めて、はい、こんな感じでカーテンが自動で閉まるって感じですね。まあ、僕は両開きで使いたかったので、スイッチボットカーテンの第3世代両側にくっつけて2台運用をしてるという感じです。カーテン開けて、はい、まあ、結構開閉もスムーズなんですよね。あと前使ってた第2世代よりもモーターの音も小さくなって、そこもいいなと思ってます。あと今音声で操作したんですけど、スケジュール設定もできるようになっているので、僕の場合は朝は7時に開いて夜は20時に閉まるみたいな、そんな設定にしてますね。朝カーテンが開くと日光が入ってきて自然に目が覚めますし、あと僕の部屋 1K8 畳で狭くて、レイアウト的に仕方なくベッドをこの窓際に設置しているので、ちょっとこうカーテンのアクセスが悪いんですよね。なのでこうやって頑張って手を伸ばさずともカーテンの開閉ができるっていうところもすごい便利だなと思ってます。カーテン閉めて、あとカーテンのこういう隙間気になるよっていう方いるかもしれないんですけど、まあ、そういう方は100均とかで売ってるこのカーテン用のクリップつけてあげるといいと思います。まあ、ここにマグネットが内蔵されているので、こんな感じでこうピタッとくっつけることができます。まあ、これによって隙間がこうピタッと閉まって光が入ってこなくなるので、このカーテンのクリップおすすめですね。はい、続いて使ってるものがこちらのスイッチボットのサーキュレーターですね。まあ、サーキュレーターをつけてると部屋の中の空気が循環してエアコンの効きが良くなるので、僕はサーキュレーターずっとつけて使うようにしてます。まあ、僕は前からサーキュレーターずっと使ってたんですけど、前使ってたのが首振りができないモデルだったので、この首振りができるスイッチボットのサーキュレーターに最近入れ替えました。まあ、これはこの辺で電源のオンオフとかができるようになってるんですけど、まあ、アプリの方からも操作できますし、音声でオンオフしたりすることもできるようになってます。僕は風量5で使ってるんですけど、マックス9まであるんですけど、9まで上げると、まあ、こんな感じでかなり強い風も出ますし、まあ、音もちょっとそれなりにはするんですけど、まあ、そこそこ風量がある5ぐらいにしててもかなり動作も静かなんですよね。まあ、サーキュレーターって基本的にずっとつけておくものかなと思うので、動作音が静かなのはすごくいいところだなと思います。撮影してる間もずっとつけてますけど、特に動作音気にならないんじゃないかなと思います。あと首振りが上下左右できるようになってるんですけど、この首振りの上下左右の角度をアプリから設定できるんですよ。まあ、こんな感じで首振りの角度を上下左右それぞれ30度60度90度から選ぶことができるようになってるんですよね。まあ、僕は今90度で使ってましたけど、例えば首振りの角度的に風が顔に当たっちゃうんだよねみたいな、そういう時は首振りの角度をちょっと狭くしたりとか、そういった調整もすることができるので、ここら辺細かくカスタマイズができるのがいいところだな
なと思いますね。まあ、なかなかこんな設定できるサーキュレーターないですよね。あとはせっかくなんでお見せするんですけど、常夜灯もつけることができて、ここからオンにしてあげると、まあ、こんな感じでここの下の部分が光ってちょっとおしゃれな感じになります。まあ、僕はあまりこれは使ってないですね。あとこのサーキュレーターバッテリー駆動できるのでコードレスでも使えるんですよ。まあ、ちょっと実際に使ってみようと思いますけど、今電源コード抜いたんですけど、電源コード抜いたとしてもこんな感じで動かすことができるんですよね。まあ、ここに電池マークついてるのわかるかなと思うんですけど、バッテリー駆動で最大50時間も使えるっていうことなので、まあ、充電しながら使いつつ、例えば寝室に持っていて寝る間だけコードレスで使うみたいな、そういった使い方もできるようになってますね。あとは洗濯物を部屋干しするときに風を当てるために使うとか、そういう時もいいかもしれないですね。あとこのサーキュレーターなんですけど、普通の電源コード AC 電源ついてくるんですけど、 AC 電源だけじゃなくて USB-C で給電することもできるんですよ。まあ、普通のスマートフォンとかで使うような充電器から給電することも可能なので、なかなかタイプ C で動くサーキュレーターも少ないかなと思うので、そこもすごい使いやすいなと思いますね。まあ、僕の場合はこんな感じで余ってたタイプ C ケーブル使って給電してますね。まあ、デザインもすごいシンプルで使いやすいなと思ってます。サーキュレーターだったらこれおすすめですね。はい、そして使っているものとしては最後なんですけど、こちらに置いているスイッチボットから最近登場した CO2 センサーですね。二酸化炭素濃度を測るもの、これ使ってます。まあ、表示の内容としてはこんな感じで、ここに天気とか時間とか日付とかも表示することができて、真ん中が二酸化炭素濃度ですね。で、下の段には温度とか湿度も表示できるっていう風な、結構いろんな情報を表示してくれる二酸化炭素計になってます。で、裏面見てもらうとこんな感じで穴が開いているので、この部分にフックを入れて引っ掛けるっていうこともできますし、あとこの部分がパカッと開いてスタンドになるので、まあ、こんな感じで立てかけることもできるようになってます。で、こっちに給電用の USB-C の穴開いてるんですけど、電池駆動でも動かすことができて、まあ、単三電池2本でも動かせます。まあ、有線で接続した方がこのデータの更新頻度が上がるみたいなんですけど、まあ、僕はそこまでこまめに見なくてもいいかなっていうことで、電池駆動の方でコードレスで使ってるって感じですね。で、僕の部屋今二酸化炭素濃度が 1032ppm ということになってるんですけど、二酸化炭素濃度って上がるほど注意力とか集中力が落ちて作業効率に影響する可能性があるみたいなんですよね。で、目安としては1000以下にした方がいいらしいです。なので僕の部屋も今換気した方がいいかなというところなんですけど、まあ、この緑のところだったらまあ大丈夫だよって感じで、この黄色の部分になってくるとちょっと注意してね、赤だともう換気してねみたいな感じで、まあ、この矢印の位置でも表示をしてくれるって感じですね。まあ、これがどんぐらい参考になるんだろうなって思いながら使ってたんですけど、朝起きた時とか、あとは友達が遊びに来てこう部屋の中でずっと喋ってる時とか、まあ、そういうちょっとこう空気がよどんできてるなというか、二酸化炭素濃度上がってきてるなって、こうちょっと体感でも分かるような時って、ちゃんとこの数値も上がってるんですよね。今もこうやって窓を閉めた状態で部屋の中でベラベラ喋ってるので、二酸化炭素濃度が上がっちゃったみたいなんですけど、まあ、こうやって部屋の中の酸素が減ってくると二酸化炭素濃度が上がって通知をしてくれるので、まあ、換気の目安になってすごいいいなと思いますね。まあ、ちなみにこの CO2 の濃度をトリガーにしてサーキュレーターを動かすみたいな設定もできるようになってます。まあ、僕はサーキュレーターずっとつけてるんですけど、まあ、換気の時だけサーキュレーターオンにするみたいな、そういった使い方もできるようになってますね。まあ、これから寒くなってくるとちょっと換気するのも億劫な時期になってくるのかなとは思うんですけど、まあ、ずっと窓閉め切ってて二酸化炭素濃度が上がってしまうとちょっと作業効率が下がってしまう可能性があったりするみたいなので、僕はこの二酸化炭素濃度計を参考に換気適宜やっていきたいなと思ってます。まあ、特に在宅で仕事してるよっていう方とかは部屋の中での作業効率すごい大事かなと思うので、まあ、こういう CO2 センサー一つ持っておくといいんじゃないかなと思いますね。はい、というわけで僕が使っているスマートフォーム系のアイテムの紹介については以上になるんですけど、まあ、こんな便利な機能がありますよっていうのも最後に紹介したいなと思います。それが定型アクションっていう機能ですね。まあ、これはスイッチボットの機能というよりは Amazon Alexa の機能になるんですけど、まあ、この Amazon Alexa のアプリを立ち上げて、で、この下のその他っていうところを押します。まあ、するとこういう画面が現れるんですけど、ここの定型アクションですね、まあ、ここをタップするとこんな感じでおはようとかおやすみとか、まあ、こういったセリフが出てくるんですよ。まあ、僕は結構いろんな設定してるんですけど、よく使うのが行ってきますとただいまですね。
まあ、これどういうものかっていうと、アレクサに向かって行ってきますって言った時に家電がまとめて動くようになってるんですよね。まあ、僕の場合はサーキュレーターを消してエアコンを消して、あとはロボット掃除機が作動するっていう風にしてますね。行ってきますっていうだけで複数の操作が始まるので、これ便利なんですよね。まあ、ちなみに僕はこのサーキュレーター、エアコン、ロボット掃除機の間にこの5秒待機するっていう命令も入れてるんですけど、まあ、これを入れてない時になんかこうサーキュレーターはオフになるけどエアコンついたまんまだなみたいな時があったんですけど、まあ、この5秒待機するっていうものを入れてあげると動作が安定したので僕はこれを入れてるって感じですね。あと同じように家に帰ってきた時とかにただいまって言うと、ポップインアラジン2ですね、これ照明がついてサーキュレーターが作動するみたいな命令にしてますね。まあ、今はエアコンつけなくても過ごせる時期なんでエアコン入れてないんですけど、まあ、もうじきエアコンの命令も追加しようかなと思ってます。じゃあ、まあちょっと実際にやってみましょう。まあ、ちょっと今エアコンもつけた状態にしたんですけど、ここから行ってきますを発動したいと思います。行ってきます。わかりました。はい、サーキュレーターが消えて、で、はい、エアコンも消えて、そしてロボット掃除機が、はい、作動する。おお、どうしたどうした。はい、こんな感じで、まあ、1回の命令で複数の家電を操作できるのが定型アクションですね。まあ、こんな感じで定型アクションを使いこなすと、スイッチボット製品とかスマート家電がより便利に使えるかなと思うので、この定型アクションっていう機能もぜひ使ってみてください。まあ、個人的にはやっぱり外出する時の行ってきますと、外出から帰ってきた時のただいまの命令で、まあ、家電をまとめて操作するのが一番便利な使い方かなとは思いますね。まあ、僕は行ってきますとかただいまの命令を多用しているような感じなんですけど、まあ、他にもスケジュールの設定ができて、まあ、こんな感じで何日の何時になったら何の命令を実行するみたいな、そういった設定もできるようになっているので、まあ、この定型アクションの命令も合わせて使っていただくと、よりスマートホーム化がはかどるんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回の動画では僕の家で使っているスマートホーム機器とその活用方法についてご紹介をさせていただきました。まあ、紹介したものは概要欄の方にも URL をまとめておきますので、気になったものがあったらそこからチェックしてみてください。今回設定の方法はちょっと割愛したんですけど、設定の方法はアプリが結構わかりやすく教えてくれるので、まあ、そこまで悩まないかなと思いますし、まあ、僕も以前動画でご紹介したこともありますし、他の YouTuber の方もたくさん動画出してますし、あとスイッチボットの公式の方から案内もあったりするので、まあ頑張って乗り越えてほしいなと思います。プログラムを組むみたいな難しいことはしなくて大丈夫なので、まあ、スマートフォン化興味があるなっていう方はそこまでハードルを感じることなくチャレンジしてもらえるといいんじゃないかなと思います。まあ、というわけで今回はこれで終わろうかなと思います。チャンネル登録や高評価、コメントなどなど何でもいいのでリアクションいただけると非常に嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。タカボンでした。またね。